おはようございます。おはようございます。もう暑いね。暑いよね、めちゃくちゃ。こんなに荷物。なんかもぐつけすごい荷物だったね。そうです、そうです。何この箱。これは今年の配布グッズ、ハンドタオルでございます。ハンドタオルね。ちょっと後で。ここで開ける？いやー、やっぱり。中入ってから。例年通り中で。はい、開封の儀をやりましょう、はい、そうしましょう、はい、イカさんおはようございます。おはようございます。今年もお世話になります。遠くから。いや、ね、あの、まあ、いつものごとく近場から。近場から近所っすよね。近所ですね、はい、そうっすよね。おはようございます。あれ、おはようございます。どうした。はい、今日の集合時間は今日8時。今の時間は今は8時2分ぐらいですかね。いや、8時5分過ぎてます。まあ5分、上出来じゃないですか。ジョージさん、また去年に比べて髪型バッチリですね。今日なんかあの、はい、オールバックに決めてますね。はい、もうモテようと思って。あ、それでこのくさついのにこのジャケットまで着てるわけですね。その下にこのモモティーダンスです。あ、これね。ね、そうそう、この合わせた感じ、どうですかね。いいんじゃないかな。いやー、しかし今日暑いですね。暑い、今日だって37度8度になるらしいよ。38度ですか。はい、いや、ただでさえいっぱい集まるフリーダブースにですね、40度ですよ、もうフリーダブース。40度超えるんじゃないですか、この熱気。すごいじゃないですか、楽しみですね。さらに熱くなるように盛り上げてください。頑張ります。ブーン。ジョージさん、はい、なんでまだ2017の札つけてるんですか。今日はこれですよ。いやいや、これがみんなに帝国に配布されました。帝国ですか。はい、帝国に配布されました。じゃあ時代遅れの僕はにはないという。まあ、もう今日ずっとこれでいてください。2017、あの、入れませんから。今年は2018年だったんですね。そうですよ。ジョージさんの頭の中まだ2017年だったってことですか。今年も半分過ぎたというのにやっと気がつきました。あ、やっと気がついた。市民ラジオしかない。市民ラジオを特集で紹介します。ここだけじゃなくて。非常通信でないか。そうなんだ。何の書き込みだか分かった。じゃあジョージさん、はい、今年のグッズ開封してください。新郎新婦の初めての共同作業。スマ君と、うん、ゆうと、ゆうと。大丈夫、中のタオル切ったくない。いきますよ。いきますよ。せーの、ポンタン。あれ、おどう、ジョージさん。おお、渋いじゃないですか。こんな感じ。反対、反対、ひっくり返ってるからね。反対だから。こんな感じ。おお、渋いじゃないですか。ハンドタオル、ブラックバードのこの周波数表示部のデザインを使ったタオルっす。おお、これいただけるんですね。はい、ありがとう。お返しください。あげます、ジョージさん。イエーイ。じゃあこれを今日、ダメですよ、これ限定なんで、あの、ティッシュ配りのように配らないでくださいよ。わかりました。お願いします。はい、はい、おはようございます。今日は朝からありがとうございます。今年もやってきました、カンハム。まず例年以上に暑いんで。暑いね。何を言いたいかというと、暑いからといってビールを飲むとかっていうことがないようにお願いしたいなと。誰ですか。あなたよ、あなた、ね、ビール飲むのは禁止です。禁止です。我慢できずビールを飲んだ場合は今日の夜の宴会は全部ジョージさん持ちとなります。よろしくお願いします。今日ブースの方は
は市民ラジオデジカン特賞っていう感じになってて、まあ基本展示のところは本日はお忙しい中、第23回関西アマチュア無線フェスティバルにお越しいただきましてありがとうございます。ただいまから開会式およびテープカットを行います。私は本日の司会を務めさせていただきます、 JH1CBX 雅子と申します。よろしくお願いいたします。関西アマチュア無線フェスティバルのスタートです。どうぞ。皆様ありがとうございます。第23回関西アマチュア無線フェスティバルの始まりでございます。おはようございます。おはようございます。ハム以来です。はい、あ、西ハム以来ですね。西ハム以来ですね。ありがとうございます。あ、すごいJCBA の缶バッジ。いいっすね。今年の花ですね。あ、今年の花。やっぱ僕はここに入らないとダメだね。こういう感じだね。一気に、ね、一気に絵面が汚い。絵面が汚い。じゃあ今年も皆様のおかげでなんとかブースができております。ジョージさんもここに来たいでしょ。正直に言ってはジョージさんもここに来たいでしょ。こうやってやりたいでしょ。やりたい、やりたい。あれ、名刺が渡したい。オッケーオッケーオッケー。娘です。僕の娘です。娘です。ジャパンネットないな、これ。でもやっぱジャパンネット同士の方が多分決済は早いですね。何サボってんの、タカポ。夏場です。こんな女の子に囲まれて平均温度ちょっと下がるでしょ。あ、あの涼んでるの、そこで癒されてる。今日人やばいっすよ。すごい人だね。開けないですよ、前が。いいね、広大門。これこれどうですか、これ。なんそのコールサイン書いてんの。はい、そうですよ、もちろん。あ、名前、ニックネームも出てんの。はい、広大門って。どうですか。わ、エロいです。いや、僕エロくないですもん。広大門は、いやいやいや、ドスケベですとか。どう。いや、僕ピアなんで。え、書いてあげるよ、貸してない。いやいやいや、僕、桃月さんと違って。いや、俺と違ってどういうこと。あー、取られなかった。ジョージさん、ダメじゃないですか、酒を飲んだら。いや、今でディースコさんがどうしても。いや、そう、言い訳はいらない。言い訳は、いや、そう、もう、あの席に着いたら、もうドンドンとか、言い訳しない。おいや、これ断るっていうのは失礼でしょ。まあいいです、ジョージさんは夜は酒抜き。いやいや、それはそんなもんで当たるわけじゃん。1日1回、夜は酒抜き。いや、だから3杯飲むところ2杯にするという。いや、じゃあ抜き、無抜きでないです。酒アルコールで、それは夜はノンアルコールのお客様のお相手をする係。はい、ノンアルコールの人の代わりに私が飲んじゃいけない。いや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 、勘弁してください。こんな大人になっちゃいけません。勘弁してくださいよ。留学に負けてすぐビールを飲む。いや、仕事のイカなんですって。仕事のあるの。ここにあります。スマ君、はい、なんか欲しいものがあるそうで。僕ね、818が欲しいんです。818、はい、朝からむっちゃ売れて、これラスト1台なんですけどね。ラスト1台だよ、スマ君。もうなくなっちゃうって。なくなっちゃいますね。いくらになります？いくら買うの？それは もちろん現金払いで。もちろん。いっぱい持ってるもんね、スマ君。持ってないもん、ね。あ、でも足りなかったらちゃんと。ね、モンスケがいるから大丈夫。もうね、いつもの感じでもう一声でいきましょうか。一声に行くって。もう一声思いっきり言っていいですか？そうかい、値切れませんよ。それかい、あの、P 入れてくださいね。いや、まあ、こっちに見せてください。こっち。ちょっと、いくらか見て、スマ君見て、金額。え、ちょっと、どんな金額するの？
いや、スワ君これめちゃくちゃ安いよ。じゃあ、MT の818、はい、ゲット。ゲットですね、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。また来年もお待ちしておりますんで。奥さんがこの動画見てくれるといいね。あ、内緒内緒。内緒だから。お団子の差し入れいただきましたね。大輔さん。これしかもまだ熱々ですよ。ありがとうございます。熱々、暖かいんですよ。ありがとうございます。私も一つ ご相談に。ジョシさんさ、あの女の子撮ってる前にさ、かぶってくんのやめるってくれるジョシさん。せっかく女子が可愛くお団子を食べるとこを撮ろうとしたのにさ、フレームに入ってこないでよ。いいじゃないですか。私の娘たちなんだよ。娘たち。私の娘たち。美味しい。甘い。まだ温かいの。温かいなこれ。これと食レポのレベル変わんなくない？美味しい、甘い。甘い、柔らかい。美味しい。行きましょう。大好き。俺と変わんねえな。ジョージさん。はい。団子があと2個残ってるんで、早食い対決しますよ。もうこれ4本食べてるんですよ、僕。そんなことは関係。言われることは関係だ。ジョージさん、これ1本手に取って。それ本当ですか？1本手に取って。じゃあ、口の中になくなるのが早い方が、このピコピコハンマーで相手を思いっきり叩くというルールですよ。いいですか、ジョージさん。めっちゃ不利やないですか、これ。よーい、スタート。なんちゅう早食い。見たか俺の力を。バカの早食い。バカの早食い。ね、でもね、美味しかったです。美味しかったですよ。お団子ありがとうございました。ありがとうございました。またちょうだいね。またちょうだいとか言わない。自作の国際の方も違うから、私がイギリスタイプじゃないかと思ってます。 JCBA ビーチの上が自作の国際。何何、あのすいませんでした、あの SD カードを何ヶ月も借りてて、いいほんの延滞料金がだいぶかかってるかと心配してるんですけど、ほんの半年ちょっと SD カード借りてて。あ、大丈夫ですよ。なんかこういいらしいんで。あ、何何何、いい、何が今日いいよって言われた。あ、今日いい、そう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 、今日いいって出すかね。今日もそのまま借りてもらったらいいよっていっぱい食って。あー、なるほど。そう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 。カンハムフリアブース成功祝って乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、1日目は。疲れました。疲れた。暑かったっすね。とにかく今日だって静かでしょ、飲み会。なんかね、そう、なんかね、静かなんだね、みんな。なんかあのわーわーしてないで、全然。どんだけ働かせんだよって思って。モースケふざけんなよっていう回ですね。明日もう一つ暑くなるらしいですから。え、マジで。マジで。あ、さらに暑くなるか。もう全然疲れてませんので。途中から来たからじゃない。あ、すいません、途中から来た。明日は最後までいい。明日はフル参戦します。あ、了解。じゃあ明日はよろしく。大丈夫です。全部よろしく。よろしく。今日僕らの分まで明日やってこらないとね。もう俺の代わりにサインとか してほしいんだけど。ああ、サインならやりますよ。桃助ってお願いします。わかりました。怒られるんですよ、そんなことして。いや、いいっしょ、別に俺じゃなくても。明日4時まで。4時まで、まあ、頑張りましょう。え、朝何時からですか。朝、9時、あ、10時か、会場10時。でも僕らは
僕らは7時まで早すぎちゃいけない。どんだけ早いねん。終わったら関西オンエアミーティングに3バンドチェックインするために山中をさまよいますね。やるのこれから。やりますよ。そんな元気あるの？あります。誰もやらないと思うよ。やるやる。せっかく大阪まで来たんで頑張ってください。本当にやるっすよこの人。いや俺はやる本当に。あの空港行ってきたら伊丹空港。伊丹空港なら行けるかもしれない。伊丹空港でヤギアンテナ振り回しておいて、完成と貸してくれ。完成と貸してくれ。警察来るからやばいな。お縄になっちゃう。ブラックバード買おうと思ってるアンケートをしたいと思います。2台買う方両手を挙げてください。ボブスケさんみたいにね。はい、はい、じゃあ行きますよ。一斉のブラックバード買う人。はい、あれ1、2、3、4、5、あとはこっちはいないの？ここだけに今5台？ありがとうございます。ここだけに5台売れましたよ。迷ってる人。おおおおおおお、2人います。3人。あ、1、2、3、4、迷ってる人3人。ここだけで8台売れましたよ。迷っていたら買ったことになりますか？なんであの岩手と北九州から来てペアルック、なんでペアルックなんですか？示し合わせたんですか？全然示し合わせてないですけど、なんでこんな持っとんすね。友達？それまずいやつって。好きですけど。好きなんだ。好きですよ。なるほどね。はい、やっぱ九州と岩手だからね、そうね、織姫と飛行士的に金子の時しか会えないもんね。まあよく話してますんで、うん、まあそうしそうないかなと。はい、2時半にも行けましたしね。あ、そうですね。じゃあ締めてください。2人でラブラブの締めをお願いします。じゃあ、あのカーブですね、2018初日どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。あの、こうやってみんな楽しく飲めるのもね、フラムのブースのメンバー皆さん揃っての話だと思うんで、またあの明日もね頑張っていきたいと思います。とりあえず初日が終わったっていう形で、今日は一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃああとは何もないんですけど、一丁締めでもしてください。はい、じゃあ構えてください。はい、よー、はい、お疲れ様。あ、そうだね、シエさんやね。あ、そういうこと？あ、シエさんなんだ。あ、そうだね。シエさん。やっぱりそう、シエで色めきだってるみたいな。34じゃないよ、34。すごい綺麗だ。一瞬ね、34だ。一瞬ね、横座ろうか迷ったんだけど、ちょっとね、これ行ったらまずいなと思って。それ、嫁さんに通報案件です。まだ来ちゃいますよ。あ、なんで CA さんなんだ。 CA さん、愛媛 CA 34さん。じゃあジョージさん、はい、到着までの間に一席。布団とかけまして、はい、いきなりそれなんで何大丈夫。布団とかけまして、飛行機と解く。飛行機と解く、はい、その心は吹っ飛んだ。違うか。